森田15月14日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員、香川県坂出市出身、大平正義の娘婿にあたる。1934年、香川県坂出市に、内海を営む父を持つ三人兄弟の長男として、生まれる。地元の坂出高校に入学したが、大学受験を考えた末、高松高校へ転校する。 当初、医師を目指して、東京大学理科類に入学したが、法学部、第二類に進学した。東京大学法学部、第二類卒業後の1957年大倉省に入省。東海財務局、アジア経済研究所出向、外商秘書官、国際金融局課長補佐、主計局主計官補佐、銀行局保険、第二課長、理財局資金、 第二課長などを歴任。大倉省出身の太平に見込まれて、太平の娘と1961年に結婚。中尾野は、坂井出市出身の津島十一。太平の総理就任に伴い内閣、総理大臣政務秘書官などを務める。1980年、総選挙の真った中に総理大臣のままで休止した、太平に代わって、第36回衆議院議員総選挙に、 補充立候補で急遽出馬、都部来選挙の対象で初当選する。当選後は、高知会に所属。1987年に、実地政務次官。1989年には、運輸政務次官に就任。1996年、中選挙区制から小選挙区制が施行されると選挙区3に対して、現職自民党議員が4名になるため。 コスタリカ方式を取ることなく単独比例候補に回った。2000年第2次森内閣において運輸大臣兼北海道開発庁長官として初入閣。その運輸大臣在任中に起きた、いわゆる加藤の乱では現職閣僚ながら加藤光一を支持当時法務大臣だった山崎派の安岡沖春と事前に打ち合わせをして、 加藤と山崎拓が本会議で森内閣に不信任投票をした場合にはその場で大臣を辞して行動を共にするために辞表を用意していた。結局、加藤と山崎が欠席戦術に切り替えたため森田は本会議に出席して不信任決議に反対票を投じた。その後は少数派となった小里派に所属していたが2005年の 総選挙には出馬せずに政界を引退した。2005年11月、朝日大受賞を受賞。2010年3月に、開期心の一等改層の大平正義その人と、外交2018年4月に、大平正義秘書官日記を交換した。他に、太平政権の改造は、最後の旅及び、文人最小大平正義がある。ありがとうございます。